皆さんこんにちは、 B レジェンド栄養士の板垣です。今日はですね、プロテインを使ってどら焼きを作っていきたいと思います。材料が 100g に測ったパンケーキミックスですね、とあとは卵です。全卵1個分とお水は 150ml です。どの味で使っても美味しいと思うんですけども、このミルキーコラボのプロテインを使って作っていきたいと思います。ではまず 150ml 測った水とプロテインですね、こちらはスプーン1杯分混ぜていきたいと思います。はい、黒スプーン1杯分ですね。だいたい 30g です。はい、じゃあ卵が入ったボウルに先ほどミックスしたプロテインを入れていきます。この状態で混ぜていきます。はい、だいたい混ざったら 100g のホットケーキミックスを入れていきます。もう一気に入れちゃって大丈夫です。で混ぜていきます。で完全に混ぜ切るのではなくって、ちょっとダマが残るぐらいで大丈夫です。その方が生地に空気が含みやすくってふっくらしやすくなるので、ちょっとダマが残るぐらいまで混ぜていきます。はい、大体生地はこんな感じにの柔らかさです。であとはパンケーキを作る要領で焼いていきます。これがどら焼きを包む皮の部分になります。じゃあ焼いていきます。生地が焼けました。こんな感じに焼けるんですけども、タンパク質をやっぱり含んでいるので、ちょっと硬くなりやすいので、パサつき防止のためにこうやってラップを1枚敷いてあげるか、硬く絞ってあげて、それをバットの上にかけてもらうと、パサつき防止になっていいと思います。では出来上がった生地にあんこを乗せていきます。お好みの量で大丈夫です。で今日使用したあんこなんですけども、こしあんを使ってます。もうパックにあるようなこしあんで、スーパーとかでよく缶で売ってありますよね。そういうものを利用してもらった方が簡単にできると思います。こんな感じでお好みの量を広げてもらって包んでいきます。で必ず粗熱取ってからにしてください。結構熱くて火傷の原因になりますので気をつけてください。であんを包んで軽く縁を留めてあげたら完成です。はい、出来上がりました。ミルキープロテイン入りのどら焼きです。できました。今日は、ミルキーのプロテインから作ったんですけども、私は今回キャラメルコーヒー風味と激うまチョコ風味といっぱいノンドコーラ風味を使って4種類のどら焼き作ってみました。右から、激うまチョコ、こっちがキャラメルコーヒー、ミルキー、こちらがいっぱい飲んどコーラですね。こんな感じです。次は実食編に移っていきたいと思います。ぜひ皆さんもお好みのプロテインで作ってみてください。それでは作ってみたいと思った方はグッドボタンを、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら。